さあ、急遽なんですけども撮影してます。ちょっと途中からになるんですが、ほとんどソール値変わらないですね。相手の方の技術やな、多分。4400の方との対戦になりました。和田使って、グローリーイヤーズの和田かな。ああ、グローリーイヤーズの、ああ、もう当てんのがやっと。杉内の持久弾、えげつないですね。ストレート全く反応できないです。弓打ちどころのレベルじゃない。あれはもう、なんか、たまたまそこにボールが来ない限りは当てれないぐらいの。まあ、ソウル負けしてたからもあるんですけどね。ああ、いや、サークルチェンジしか打てんな。ストレート、スライダーは無理ちゃうかな。うわ、怖い。全然入ってこないスライダー。よいしょ、なあ。さあ、ストレートかな、奥やったら。スライダーや。まあ、4400の方ですからね。全く分かんないですよ。カーブ。うわ、スライダー結構多投してくるな。この間は何やろ。サークルチェンジ。ストレートかな、カーブかな。ストレート無理やからカーブ待とうかな。あ、ストレートや。ストレートじゃないですか。おお。カーブかな、やっぱりどうしてもカーブが。うわ、読みは合ってるんですけどね。あー、高めスライダー。あー、サークルチェンジ。サークルチェンジかな、もう一発。うわ、スライダー。いい。とりあえず球数投げてもらって。おお。いや、小久保、いい仕事したな。サークルチェンジ待ちにしてみようかな。わ。ストレートが。もう一球ストレートかな。手が出ないです。全然表示されてからじゃ間に合わない。全然間に合わないですよ、これ。どうしたらいいの？入ってたか、今のどっちやろ。入ってたな。丸も1、2球粘って欲しかったけども、まあ仕方ない。さあ、この回粘れるか、コールド負けするか。4400ですからね。もう絞ってはるんかな。どうするこれ。こんな、うわ。こんなベタなことでは。そうですよね。すごいとこ行くな。長打。いや、まあ、2失点まではもういいかなって。うわー。あ、いい。サードさせる？あ、これはもう、ここは向いてる。こちらに運が向いてる。なんでやねんってなってるやろな、きっと。いやー、もうスライダーがちょっとしか曲がれへん。この前にバーヘイゲン使ってたんで、心もとない。何でいく？フォークに見せるストレート。この位置のストレート珍しいでしょ。全然関係ない。全然関係ないな。4400は行ったことないな。うわー、松井。あ、待ってくれた、待ってくれた。スローカーブ。
これ一撃で終わってまうな。カット。これ入ってほしい。入らない。スライダーが曲がらないな。これ入ってくれ。ああ無理か。シンプル。ああもう全然コントロール決まれへん。三浦の制球が C です。よっ。まあこんなもんやな。ああよかった。え、無失点？無失点。おお、なかなかでもこんなに格上の人と対戦できることないんで。マキタストレートで来るんじゃないですか。多分マキタストレート打たれへんのんちゃうかな。すごいなぁ。もう和田をここで切ってきたんですよ。まだあと2人ぐらいはいけたと思うけど。あ、すごい。ヒット打てた。ストレート。あー、進化。もう一球進化待つっていう。あー、合ってた。スライダー投げたいやろな。 S やし。カットなんかなあれ。あれなんやろ。スライダーや。いや現代一撃ないな。シンカーか。シンカー待つか。シンカー待ちましょうか。合ってた。なんでこんなにカーブ投げへんねやろ。得意球やのに。ねえ、カーブ。うわ、渋いとこ投げてくんな。あえてね、外してるんですよね。うわー、今のが、これがプレイヤースキルです。これが。うわあ、どうしたらよかったんやろう。今のですよね。今のやなー。張本さんにこんな球あかんでしょう。ほら、そらあかんよ。もうちょっと低めに投げたいんですけど、やっぱここのコントロールが、うまく効かないんですよね。よしよしよし。連続ストレートまだないんですよ。どうですか？よしよしよし。うわ、入ってる？よし。三浦ってこういうのがもっとあっていいと思うんですけどね。鈴木大地。ああ、そうですよね。そりゃそうですよ。さあどう？読まれてる。まとめて打ってるかな、ひょっとしたら。綺麗な。嘘やろ。まあこんなもんですよね。よくまあ2回裏まで持ってこれたかなと。ショックマイナス1です、レート。いやいや、でも面白かった。ちょっと短いですけど、そうやな、なんか撮影するもあったかな。特にないですね。ここまでで、では終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
とりえ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。